こういう感じで、やってきました。こうレントゲン写真はちょっとね、撮影できなかったんで、ちょっとこれだけしかね、映せないんですが、一応ね、料金的にどれぐらいかかるかっていうと、まあこれぐらいなんですよ。こっちでこっちでこっちで、あ、こういう感じですね。で、一応ね、3割負担なんで、とりあえず1回目は2270円で済みました。ちょっとね、これから手術やってどれぐらいお金かかるのかわかんないですね。これから手術してきます。ね、このタガネで売ってたんで、ここのね、欠けたやつが弾き飛んで結構ね、鋭いんで、さすがにね、中に入ったままではちょっとあれなんで、多分あと1個ね、太いタガネも使ってたんですが、そっちがね、今どっか行っちゃってるんです。おー、一般人でーす。ですね、今ね、手術をやろうと思って、紹介されたね、病院の方に来たんですよ。で、あ、今日手術やんのかなと思って、心にね、覚悟を決めてきたんですけど、ちょっとね、なんか予想以上にちょっとね、金属片が手の奥の方までね、突き刺さっちゃってるっていうことで、今回はね、とりあえずなんか採血して血液のね、検査をして、で、明日もう一回来てくださいということで、もう一回ね、明日来ることになりました。それでね、なんか一応ね、家族を一人連れてくるようにということになりました。なんかね、手術室でやるみたいで、ちょっと口も合ってないけど、手術室で、手術をやるので、家族の人がね、一人付き添いで来なきゃならないらしいです。こうね、なんかだんだん大掛かりな方向にね、ちょっとなってきちゃいましたね。もうちょっと簡単にこうちょちょいって取って、ちょちょいって取れるのかなと思ったら、結構ね、なんか大変な方向に行っちゃってます。で、一応なんかね、明日はこうね、昼飯は食わないようにって言われました。で、朝飯も消化がいいやつで、とりあえずそれで明日もう一回ね、やるんですが、やった後はなんか麻酔をね、局所麻酔、このね、手、今処置だけしてきてもらったんですが、麻酔をしてやるみたいなんで、運転はね、当日はできないみたいです。なんで、ご家族、まあ、家族の人に乗っけてきてもらって、送迎とかもやってもらうようにということを言われました。もしかして運転できなくなっちゃったらやばいかもしれないですねちょっとピンチです。じゃあね、また会いましょう。バイバイ。こんなね、大げさになるはずじゃなかったんだよな。おかしいな。ちょっと明細ちょっと見てみましょうか。結構ね、もうすでにお金結構かかってます。まあ一応ね、こういう感じで、お金がかかってます。なるほどなるほど。結構ね、今日もね、レントゲンで結構写真撮ったんですよ。なんでね、結構かかってます。金額はね、ちなみにこれぐらいかかってます。さっきのとこで2270円なんで、結構な出費ですが、まあこれでもね、3割負担で済んでるんで、安くなってる方だと思います。これ健康保険入ってなかったらね、さらに大変なことになってたと思います。皆さんも健康保険入っておきましょう。はい、どうも、一般人でーす。これね、実はまだ手術してないんです。なんとね、ちょっとあれなんですよね。なんか行ったら予想以上に結構ね、中の方まで鉄の破片が刺さっちゃってるということで、ちょっとね、もう一回別な日に手術しに来てくれということで、一回ね、血液検査なんか今やって、まあ血液調べてね、血液サラサラとかそういうのを飲んでないかどうかね聞かれて、あと糖尿病じゃないかどうかとかね聞かれて、一応血液検査してから手術やるみたいです。結構ね、なんかもしかすると血とかいっぱい出ちゃうのかもしれないですね。あー、まあちょっと俺、ちょっとね、ピンセットでやれば抜けんのかなと思ったらね、結構深かったらしいんですよね、突き刺さり具合が。まあそれだけね、タガネがね、勢いよくね、弾き飛んだんです。結構衝撃バツンってきたから、なんだーと思ったんですけど、結構ね、血はすぐ止まったんで大丈夫かなと思ったらね、なんか中の方が痛いんで、レントゲン見たら、しっかりね、3ミリぐらいのてっぺんがね、突き刺さってました。というわけでね、今日ちょっとね、これから
手術に行くわけなんですが、手術に行くときね、やってくるように言われたことをね、ここで紹介しておきます。まずこの爪ですね、爪。まあ両手でなんですけど、爪はしっかり短く切ってきてくださいって言われました。で、あとはね、まだ剃ってないんですけど、このひげですね。なんでひげ関係あんのかなと思うんですけど、一応ね、なんかひげ生えてるとダメみ、衛生的にね、良くないのかもわかんないです。なんでこれからね、電気シェーバーでね、ひげ剃ってから、手術にね、向かおうかと思います。で、一応ね、家族の人を一人連れてくるようにって言われて、まあ、仕方ないんでね、うちのね、母ちゃんをね、連れて行きたいと思います。ね、うちの今、親父もね、膝の手術で入院してて、俺もね、手術ってね、どんだけ手術好きなんだよ、みたいな感じになっちゃうんですけど、ちなみにね、うちのおじちゃんもね、多分そろそろ手術だと思いますね、膝の。まあ、みんなして手術ブームですね、これね。とりあえず、まあ、そういうわけで、これからね、とりあえず手術に向かおうと思います。ちょっとね、今からね、ちょっとひげ剃ってからね、手術に向かおうかと思います。傷のところは手を濡らしちゃいけないってことでね、昨日風呂入ってないんで、とりあえずね、この電気シェーバーでね、ひげ剃っていこうかと思います。さっきね、充電しといたんで多分ね、いけると思うんですよね。なんでひげがね、ダメなのかわかんないですけど、毛だから関係ないのかなと思ったらね、やっぱダメみたいなんですね。もうこうやってね、左手が自由に使えるのもあとちょっとですね。多分ね、手術やったらしばらくね、左手使えなくなると思うんですよ。ということはですね、こうやって右手で撮影しながら左手でね、なんかやるってことはね、なくなるってことなんですよ。そうだね、ちょっとね、撮影の仕方もね、変わってくるかもわかんないです。もしかするとしばらくとね、撮影できない日がね、続くかもしれないんで、その時はね、昔に作っておいて、上げてないね、お蔵入り動画をね、上げていこうかと思います。これがいいかな、もういいかな、もうこれで手術受けられるかな、これ大丈夫ですね。もし手術が あとね、手術終わって包帯とかね、外せるようになったらね、ちょっと傷口がどういう風な感じになるのかをちょっとね、報告したいと思います。あんまね、なんか、あんま、でっかい傷口じゃないとね、嬉しいです。できれば。でも、もう一回あそこほじくんの嫌だな。結構ね、なんか、ほじくらずに取れる方法とかね、あったらいいですよね。これで、大体ね、髭が剃れたと思います。じゃあね、これからね、手術に向かってくるわけなんで、皆さんね、しばらくね、こういう感じの動画はね、撮れなくなるんで、あと、昔の動画をね、ちょこちょこ上げていきたいと思います。それでは、手術が終わった頃にまた会いましょう。バイバイ。あとはね、なんかね、飯もあまり食わないようにって言われました。朝もね、消化がいいやつだけにして、お昼はね、食わないようにって言われてね、お昼から手術みたいなんで、じゃあ、ちょっと、手術行ってきまーす。あんま痛くないといいな。局部麻酔なんで、運転もね、ダメらしいです。運転もダメらしいんで、うちの母ちゃんに送ってってもらって、母ちゃんにね、のっけてきてもらうっていう感じになります。じゃあ、そういうわけで、行ってきます。バイバイ。